よし。名古屋発ですね。ただいま豊橋でございます。ようやく沼津。あんまね、駅弁いいのなかったおにぎり。さあ、グリーン車を乗り継いで、宇都宮駅に着きました。のホテルに向かいたいなと思います。あんまねえな。さあ皆さんおはようございます。朝の7時でございます。さあこれからね、駅に向かいたいなと思います。ようやく駅に着きました。ただいまの気温がですねマイナス3度らしくてですね、これもう外寒いんだよね。旅の始まりはですね7時17分発、黒石行きで、行こうかなと思います。黒磯に着きました。ただいまの黒磯駅、もうわけのわからないレベルで、雪が積もっております。新白川でございます。真っ白ですね。やっと着きました。福島駅でございます。あったかいですよ。 1.5 度だって。こっちが福島の中心街ですね。いやでもこれはひどいよですね。駅ビルで頼んだのカレーそば550円です。やっぱね電車旅、18切符の電車旅にはそばということでカレーそばをね、オーダーしました。さあいただきました。それではね電車に乗り込もうかなと思います。すごいびっくりするようなニュースが飛び込んできました。今ですね私は、なんと新幹線のホームにいます。その山形行きが止まっちゃってですね、で、仕方ないから新幹線に乗れば迂回できるということで、まあなんとか迂回ルートを探して、やってきた次第でございます。本来なら在来線で、福島から、米沢まで行って、でそこから米沢からまた乗り換えて山形まで行く予定だったんですけども、まあ、電車が急に止まりましてですね、で、どうしようと思ってて仙台経由でも行けないしと、あっちも止まってるからね、それもダメとなったわけですよ。おいで駅員の人に問い合わせたら問い合わせたらっていうか、まあ、思いついたんですけども新幹線なら動いてるって言われたんで、新幹線の切符を購入して、で米沢まで購入して、ね、米沢からまた在来線に戻ればいいやと。で、そうすると、こう、運管見合わせ区間、在来線が止まってる区間をワープできるんですね、新幹線で。なんで、それで購入したんですよ、新幹線の切符を。ほいで、まあ、ちょいちょいいろいろありまして、また問い合わせをしたら、それ間違ってるよと。ご案内だから、新幹線の切符をわざわざ購入する必要ないよと言われて、払い戻しになりましたっていう感じです。はい、ただいま米沢にやってまいりました。米沢でございます。これ新幹線の駅とは思えないほどなんちゅうかあれですね、駅だわ。本当に新幹線だよ。あ、一緒なのか。なるほどね、在来線を通るわけだね。米沢駅でございます。なかなかえぐい感じに、積もっておりますね。いやいやいや、すごいすごい。あんまね、もう言葉が出ない。ただいま米沢駅にいます。ね、もう車窓からの景色すごいんだけど、あれらしいよ。ここさ、在来線の線路は新幹線通るから、左に新幹線止まるんですよね。びっくりする。この降り積もる雪、線路、そして階層になってる電車に乗ってきたわけですけども、ようやく着いたのがこちら山形駅でございます。いや途中新幹線にも乗ったんですけどもね、なんとか到着することができてよかったなと思います。しかしすごいよね、この雪の量。さあ、山形駅でございます。なんちゅうか、なんか小ささはあるよね。想像以上に小さかった。もうちょっと大きいかなと思ってたら、でもなんていうのかな、昭和に立ったんだろうなっていう感じは否めませんけども、はい、まあそんな感じ。なんか新幹線栃木の小山駅とかに似てるな。
山形駅の中を歩いてるわけですけども、まあね、寒いってもんじゃないよ。あの通路が全然あったかくないっていうね。いやー異常だわ。寒いわこれは。ちなみにあのただいまマイナス 1.7 度らしいんで、ええ、まあまあなかなか活かしてるでしょ。寒いわ。なんでしょうね。からまあ見えないかな。あんま見えないけど展望っぽくなってます。歩くぞ。さあ今日のホテルはですね、まあ安定の東横インなんです。なので、ちょっと歩いて5分かな。ちょうどここの影から見えないんだよな。あの奥の建物なんですけど歩いてます。ところどころねサクサクサクと凍ってるからね、ちょっと切ったりしたら国道でマジで怖いんだよな。見ていただきたいですね。積もり積もった量どうこれ。はい、東横イン山形駅西口に着きました。本日3000円だったかな、3600円が3000円になった。まあ朝食付きですね、安定の。ではチェックインします。おい、本日の東横インでございます。まあ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 、あの、あれですね。まあ変わらぬ感じの、まあ広めな東横インですね。まあ変わったら困るけどね、チェーン店だから。うん。景色。ビルの谷間。積もってんね。すごい。すごい積もってるのがわかる。バスルーム。まあ普通やね。ちゅう感じです。いやーこれすっごい雪国だべ。おーやべえ。いやこれやばいな。なんだこれ、中入れんのか。何センチ積もってんだよ。あーあー、いかんいかんところに入ってしまった感じがある。かろうじてかろうじて、この道ができてるけども、いやあ、こけてもいいように歩かないといけませんね。夜になって街灯なくなったらもうプルプルだよね。転ぶしかないよねっていう。いやーやばみーな道を徒歩で歩いてるわけですけども、あれこっから眺められるっていうことか。どういうことだ。観光客用に書いてあるのかな。なんかいろいろ書いてあるけど雪で消えてわからん。なんならそこ水路っちゃうか、水が溜まってるんだけど、今もうめちゃくちゃ雪で埋もれてるっていう、そんなこともあるんかい。この辺はすごい除雪してある。向こう側が全然除雪されてないんで。向こうが東大手門、ちょっと濡れてるけどね。銅像があったりするわけですね。なるほどね。これが、英国式建築の、山形市の郷土博物館だったっけな。はい。これが英国式らしいですね。というわけで、中はまあ、入れないわけでして、でも、まあ、こんな感じ。英国式なんか、これが。なるほど。さあ、もう公園はね、これ、真っ白な雪に覆われてるので、はい、別のところに行こうかなと思います。ちょっと歩いてね、水の町や、そういうところに行きたいなと思います。向こう側凍ってるでしょ？すごいな。一体何の音だよっていう感じなんですけど、まあ、物ともせずに、気にせずちょっと歩いていきましょうね。はい、駅の東口にやってまいりました。ただいま時刻5時ぐらいかな。かな？うん。まあ、頑張って6時までには、ホテルに帰りたいので、まあ、散歩はね、終わろうと思うんですけど。あのね、暗くなるとね、本当は歩けないし、見ても多分、映像がね、綺麗に撮れないんで、面白くならないと思うんで。ただでさえ、面白くないビデオが、面白くなくなっちゃう。夜道、雪道、ない逃げ道。
これは怖いね。事故りそうだし。いや皆さんこの臨場感味わってください。この辺が水の町なんかな。ちょっとわかんないけど、非常に雰囲気は出てきたけど、あ、向こう側かな。さあ、ここが水の町、いや、七日町、御殿坂っていうところでございます。なんだろう、もう、遅いのかな。締め飾りとか売られてるんだけど、あ、まあ、結構閉まってんね。まあ、そりゃそうだよな、ここ、昼だもんな、この通りは。この通り、この作りは。風情はある。ただまあ、まあそうですね、20分あれば回れちゃうんじゃないかな。まあ、店とか見るならあれだけどさ。まあ一帯がここになるのか？こんな感じ。なぜか家庭教師のトライがこんなか入ってるんだけどさ。はい。はい。途中、駅によってですね、牛肉ど真ん中弁当を購入してきました。1250円で中こんな感じですね。非常に美味しそうですね。牛肉たっぷりですよ。ちなみに米沢名物です。はい、いただきました。それではね、もう、ご飯も食べたんで寝ようと思います。ではまた。さて、朝食いただきましょう。こんな感じです。まあ、ここの朝食必要最低限という感じですね。まあ、仕方ない。